本日も谷組さん祈りチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。ここ旧谷組駅では毎年10月に秋の谷組駅イベントを開催しており、廃止前に谷組線を走っていたも755号を走らせる催しを開催しております。毎年老若男女問わず多くの方にご来場ご乗車いただいております。廃止になったとはいえ、電車を走らせるためには線路を良い状態に保っておくことが必要です。そこで今回はレールを支える枕木の交換を実施しました。まず枕木の周りに敷き詰められたバラストと呼ばれる砕石を取り除きます。とはいえ廃線からすでに20年以上経っており、ほとんど硬くなった土や砂を掘っているような状況です。そのため今回はバラストを新しいものに入れ替え、強い線路にしていくこともやっていきます。ここで活躍するのがホイールローダーのボブキャット。これまで谷組参道などの除雪や大良園での展示などに供していましたが、今回は土の掘削、バラストの運搬、散布といった重労働をこれで行います。古枕木を並べてこしらえた臨時踏切を渡っていきます。レールとレールの間隔を測定します。広がってしまうと脱線につながるため重要な工程です。新しく入れる枕木です。状態のいい中古の枕木を使用します。枕木の間を深く掘り、そこに枕木を落とし込み引き抜きます。新しい枕木を入れやすくするため、元の枕木が乗っていた場所を鳴らします。もう一本も同様に撤去していきます。ここでランマーの登場です。せっかく掘ったのでバラスト下の路盤を締め固めていきます。レールの外側もしっかり締め固めます。新枕木を設置します。枕木の位置を調整していきます。左右均等になるように。射抜く木を打つための下穴を開けていきます。レールと枕木を固定する射抜く木を打っていきます。専用の大きなハンマーで打ち込んでいきます。力強い打ち込み。全部の箇所を固定していきます。もう一本の枕木も設置します。試作されていく。
枕木同士の間隔も測りながら位置を調整していきます。雨が降ってきたので一時作業中断です。この前日にも枕木交換をしており、こうしてみると枕木交換をした場所がよくわかります。雨が止むどころか、この先強くなる一方ということで作業を再開します。いよいよボブキャットの出番です。掘ったところをバラストで埋めていきます。小気味良い旋回、プロの技ですね。バラストを均等に巻いていきます。ここで枕木の下にもバラストが入るように突き込んでいきます。バラストを締め固め、全体に強固に行き渡るようにします。部下が作業に勤しんでおりますが、今のお気持ちは？頑張ってください。こうして無事枕木とバラストの交換を終えることができました。今回の動画は以上となります。今後も谷組の魅力を発信していきますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた谷組でー。